今まで損なとこなかったっすもん。開かない。キャキャーホホホホ、キャーホホホホって。人形が。この曲ね、ほんとホラーっすよね。この曲はこの曲で。これも上松さんですよね。ほんと幅広いっすよね。かっこいい曲からこういう妖艶というかホラー曲ですね、僕に言わせりゃ。僕らは陽気なカルコブリーナ、怖くて可愛い人形さ、バーカめ、のこのこ、僕らってのは男たちの男の子なのか。君らを倒してゴルベージャ様の手土産に立てもらう、キャーホホ、キャーホホホって。キャーホホホ。カルコとブリーナね。ちょっと今のうちに、ちゃんと対策しとこうか。白魔法でバーサク入れて。この曲は怖いです。あんま好きな曲じゃないですね。どっちかって曲調的には。ヤンもバーサク入れるか。どうせそんなやることないっしょ。バーサックすると良くないのは、狙ってほしいとこ狙わないとこですけどね。ダブルバーサックです。強っ。やっぱバーサックだと強いっすね。あと2体。ケアルラをばらまいて。毒を受けた。混乱した。毒を受けて混乱よ。状態めちゃめちゃや。強いね。倒したんじゃない、これ。カルコプリーナの前倒しちゃったで、ね、合体する前に倒しちゃいましたけど。よくもやったな。痛いよ。でもこの場所は王国済み。敵は撃ってもらうよ。このベイザ様。なにぃ、わーにぃです。久しぶりでね。ゴルビーの曲。ゴルベーザ、戦慄は世話になった。だがあのメテオの使い手はもういまい。もう完全に傷が癒えておるんですね。あの時の例に私がなぜクリスタルを集めるか教えてやろう。光と闇合わせて8つのクリスタル。それは封印されし月への道、バブエルの塔を復活させる鍵なのだ。月には我々の人知を超えた力があるという。このクリスタル7つ目、残すところあと1つとなったわけだ。これも君たちのおかげだ。この例もしなければ失礼だな。受け取れい。これが私からの最後の贈り物だ。これ、会員でジャンプで避けれたら一番最高なんですけどね。よっしゃ。いや、帰ってくんなよ、帰ってくんなよ。帰ってこないでよ。はははは。ご機嫌っすね。これが貴様たちの力か。しばらくおとなしくしてもらおう。これでカインが逃げれる逃げれないで大きく違いますかね。うげっけぬ体に残された瞳で、真の恐怖を味わうがいい。マイレ黒竜ですよね。かっこいいっすね、マイレ黒竜は。ゴルベーザで、一、有名なセリフって言ったら、いいですと思うと、マイレ黒竜でしょうね。黒い牙。今時、怖い怖い、コルビー。カイン。ナイスタイミング。セシル、次はお前だ。来た。ルナドラ。ルナドラが来ました。黒竜を金の力で消し去るとは。大丈夫、もう動けるわ。
その声は。フェニックスの王。リディア。可愛くなって帰ってきましたわ。リディアが可愛くなって帰ってきたからすげえ嬉しい。イフリートでいいっすよね。で、余裕がないんで、ケア、もう、ヤーンを控え出せる余裕はないでしょうね。戦う。ルナイフいきます。ルナイフ。いいね、強っ。リディア、やっぱ最高っすね、リディア。めっちゃエローなって帰ってきました。強い。バイオ、オッケー。ルナ、ガンガルナイフ。サンダーが。くぅ、私が負けるとは。早い。めちゃめちゃ早い。めちゃめちゃ早い。ルナイフがめちゃめちゃ強いです。倒した。ゴルベーザーを倒したな。リディア、あなたのおかげよ。でもその姿は。リバイアさんに飲み込まれて、限界に連れて行かれたの。限界師範。限界ばあさんだと。幻獣たちが住む世界よ。そこで幻獣師たちが友達になってくれたの。白魔法は使えなくなったけど、その分召喚と黒魔法の腕は上がったわ。でも、限界ばあさんは、ことは違う、時間流れが違って、精神の時の部屋ですね。それで大人に。セシル、この子は。ミストの村のリディア、あの子供。そう。いたし方ある場合、無理やりでも連れて行くぞって言った子よ、この子。これは驚いた。でもなぜ僕たちを、僕は君のお母さんを、母さんをか。言わないで。限界の女王様に言われたの。今もっと大きな運命が動いてるって。私たちが立ち向かわなくちゃいけない。めちゃめちゃ大人。子供の時から大人でしたからね。召喚しに。いやー、やっといいチームになってきました、これで。さっきのね、私は知れる。手叩きになります。これで、ハエ叩きなんかでスパーンって叩けばね、いけるんですけどね。テレパシーンって払えばなくなるんですけど、なぜ傍観してるかが謎なんですよね。スパーンって叩けばいけますから。しまったクリスタル。すいません。クリスタルゴルベーザの手に。いや、もう、この後最後のクリスタルを死守するしかあるまい。最後のクリスタルはどこにあるのでしょう。南西にある封印の洞窟じゃ、ゴルベーザが向かったが慌てれてない。封印を解く鍵がなければ、あの洞窟に入ることはできん。そこでじゃ、お主らに頼みがある。クリスタルが奪われたのも僕らの責任です。何か力になれるなら、確かに。ゴルベーザが封印の洞窟に向かっている今がチャンスじゃ、バブルの塔に潜入し7つのクリスタルを奪い返してもらえるか、なかなかの戦略ですね。それはバブルの塔に敵の本拠にって、本拠地じゃないですね、敵の本拠って潜入しろとおっしゃるか。心配はいらん。我らの戦車隊が敵を引きつける。その月にお主らにクリスタルを奪還してほしい。ゴルベーザのいない今しかない。確かにね。どうする。敵の基地なんでしょ。確かに危険ね。珍しくローザは、そうだ、ローザ中心になってる。ローザがリーダーになってます。しかし、虎穴にいらずんば、孤児を得ず。さすがです。ゴルベーザの今しかチャンスあるまい。よし。やってみます。頼むぞ。この城の近い抜け道への入り口がある。支度ができて行くがよい。ご分を祈っておるぞ。私の恩業、お人形をそんなことに使うんで許せないわ。確かにね。いやいや、やっといいチームっすわ。さっきまでひどいチームでしたからね。ほんと、テラさんと、シドとヤンって。めちゃめちゃひどいチーム。女っ気が出てきました、やっと。休みますか、さすがに。いや、リディアが帰ってきてるの嬉しいっすわ、ほんと。やっぱリディアの方が僕は好きですね、ロータより。だから、ポロムとかも、こんななるってことですよ。こんな、
ポロムもこんな美人になるいうことですよ。ドワーフのアイテム不思議、人間に使いこなせるかな。とにかくハイポーションが欲しいね。マジでハイポーション打ってくれ。ここら辺のいらんしょ。左の塔、確かここは右と左がつながってるだけだったかな。どうだったかな。これはお前らもゴルベダ戦ってる、ここの宝持って頑張れ。ミスターポポみたいな言い方ですね。お前ら頑張れ。似てねえ。ミスターポポみたいな言い方しとる。ミスターポポはここから来てんじゃないですかね。バイキングは結局3でならなかったっすからね。キャラ的には。結局バイキングにジョブチェンジせず、クリアしちゃいましたからね、3も。ん？わかりづらいな。どうしてもなんか、ローザはセシルのものってイメージがあるんですよね。黒帯道着か。カインって黒帯道着って着れるんだっけ？めちゃめちゃ防御力上がる。選択肢が少ないんすよね、ファイナルファンタジー4は。どのキャラが好きって言って、ローザかリディアの2択になっちゃうんで。まあ、どのシリーズもですよね。5だったら、5、サリサかレナかってならないですよね。で、6だったらセリスか、ティナですよね。でもティナはめちゃめちゃお母さんですからね。ティナも素敵だなと思うんですけど、20人ぐらい子供ついてきますからね。それでも私を選んでくれるの。ここは救護室。グーグー。ググガモ。え、てば治るなり。いいね。カインね。闇セシのセシルが好きですね。そういう意味では。どっちかっていうと、葛藤してるセシルが好きで。パラディーンのセシルもかっけえんすけどね。個人的には闇セシのが好きかな。セシルも好きなんですけどね。フレーム、炎の槍か。炎の槍入れて、防御力はね、もうザルなんで、高っ！高いで。フレームメールなんて買えんって。司祭の帽子。で、ルーの腕は、で、こっちもルーの腕は、で、司祭の帽子も装備できたのかな？あ、装備できないっすね。で、リディアが、大地の衣、無知か！やべえ。こんな美人に、無知持たれたら、えらいことになりますね。フレームメールか。欲しいんだけどな、フレームメール。買えるかな？あ、いけるいけるいける。あれ？一桁違うの？マジかよ！ 30 番か。いや、マジかよ。よっしゃ、帰る帰るって言ったらはしゃいだわ。恥ずかしいぞ。30番って帰るわけないでしょうよ。どうなってんの？ぼったくってるでしょ。はず。恥ずかしい、今。一桁間違えてもうた。しまった！ルーノでは10個買った！バカなの？くそー。し
作った10個買ったなんやねん、ぼったくられるわ、変なの10個買うわ。ってことはさっきのあれですよね、やらかした。いや、ルーノでは10個売ったら買えるのかな、バカした、なんで何十個いんねん、バカなの、ちょっと待って、バカなの、もうバカなの、いけたで、お待たせしました、お待たせしました、バカなのは私でございました、すぐ人のせいにする、すごいいけないとこ出ました、とんだおバカさんだこと、とんだおバカさんでした、ほんと恥ずかしいことしました、って世界っすね。もうね、言うてね、会員さんが来てくれたから、火力としても、ローザもおりし、回復も、で、リディアもおりますから、もう、総攻守バッチリよ。さっきまでのあの、おっさんしかいないチームと違って、若いギャルも入りましたからね。言うて一人嫁だけどね。みんなでリディアを奪い合わんといかんす。そういや、なんか、許可取ってますかみたいな、言われてた場所がありましたよね。そこ行くか。そういや。こっちでしたっけ？なんか許可ありますかみたいな。そんな、言うてもすぐバレるぞ、みたいな。言うてたやつがおった気がするんすけど。あれ、どこでしたっけ？許可あるかみたいな。言うてたのがあった気がしたんですけど、多分もう許可取ってるからもらえるんじゃないのかな。それ言ってから次のとこ行きますか。確かそうだ、あれこっち来てないか、これはこれも取ってないのか。ドワーフの斧、ドワーフの斧、ちょっと待って、斧の妹子さん、ドワーフの斧、どちらが強いっすかね。炎に弱い敵がいたらあれなんすけど。弱い。いらない。むしろいらねえ。ちゃんと回収してから行けますか。つか、なんもねえ。北島康介さんすよ。あれ、こっち取ってなかったか。パワーリスト、いいね。カイン一点勝負で行こうと思ってるんで。多分火力が上がるんですよね。エーテル、パワーリストはでかいっすよ。エリクサー、銀の砂時計か。いや、かなりいいアイテムがゲットできたと思います。危なく取りこぼすとこでしたわ。はい、どうも。どこだったかな。まあ、いっか、なんか、許可あるかみたいな。言われてた場所があった気がするんですけど、まあ、いっすわ。ここだったかな。あ、そっか、トロイヤローとこか。ラリホー。言うて今日は全然関係ないんですけど、レコードキーパーとしては歴史的な一日なのかな。アルテマ使ってみたいですけどね。あとスカイハイですかね。スカイハイが強いみたいな。6レーンですからね。なんつーても。結構、俺言うか、でもあんたらもっと言うか。ゾウさんは好きです。ゾウさんはもっと好きです。
みたいな感じです。もうマックスかな？回復は OK なんで大丈夫ですね。さあ行きましょう。なるべく、戦っていこうって言ってる時からこれっすわ。もう、ディフェンス力が心配なんですけど。まあ強いっすね。めっちゃ強い。あ、楽。これってやっぱ戻さなくていいんすよね、多分。ファイナルファンタジー、あ、楽。ファイナルファンタジー1、2、3の時一回体型戻したら戻さないといけなかったんですけど、そういうのも改善されてんすね。ありがてえ、マジで。ファイナルファンタジーは進化してますね。こんなおりますけど、リリアの召喚と黒魔法だったら、どっちのが使わないのかな。リリアってアスピルも取ってるんだっけ。アスピルはないのか、さすがに。で、イフリートとかは30か。結構使えますね。無知。そんなリディアに無知を教えたのは誰だ、言いたくなりますけどね。リバイアさんですかね。あんな幼子に無知覚えよう。俺の知ってるリディアじゃねえもん。僕の知ってるリディアはその無知っていう言葉を知らなかったっすからね。もうリディアと付き合う人はもうド M じゃないと無理やぞ。無知好きじゃないと。ケアル、バーサク、ブリンク、スロウ、使うやつ、使わないのも多いと思うんで。でもこんだけケアルラが使えたら、本当に楽っすね。アホみたいにポーションで稼いで回復させてましたからね。そんなことがいらないっていうだけで超楽やす。もうできたらもうリディアのルナイフで終わらせたいですけどね。まあ積極的に召喚は使おうかなと思ってますよ。早終わるし。即時なのかな、召喚は。即時ではないっすね。ちょっと待機時間がありますわ。即時じゃないと、セシルとカインで落としちゃうんすけど。いや、待機時間。もう一体に使うのはもったいないっすよね、ルナイフを。もったいない。エスナね。セシルかエスナ。ああ、なるほどね。ケリーも使ってきますか、じゃあ。複数いるときはそうっすね。セシルの暗黒みたいなもんっすよね。やっぱリディアのルナイフとかそこら辺のはボス用かな。でも昨日も少しちょっと話に出てたんですけど、レッドコードキーパーのドット絵はやっぱこの FF4 のドット絵のが好きっすね。無理やり6に合わせてるらしいですけど、やっぱなんかこっちのがぽいな。これやって PSP とか、あと DS 版やったらかなり違和感感じるんでしょうね。もうこれ慣れちゃってるんで、ファイナルファンタジー4を言うたら。ジアフターもかなり違和感感じるのかも。砲台が狙っとる。おい、やり合っとる、やり合っとる。完全にこれ戦車隊弱いからね。赤い翼の爆撃で終わるんですけどね、本当は。戦車隊言うて粘ってるけど。来た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 。神曲ですよ、神曲。やっぱこの、等関係ですよね。かっこいいよね。
FF4 のダンジョンに入り系の曲は基本全部楽器は。エーテルね。エーテルが相当あるんで、魔法積極的に使っても良さそうですけどね。ここら辺の敵がどんなんか、あーこれくらいか。ゾットの塔とほぼ一緒か。カインは早い HP 仙台に持っていきたいんですけどね。リリアが HP 低すぎて。え、でもフレームソードですかね。手に入れてからセシルもかなりの火力調整になってきてるんで助かりますね。カインも強いし。アタッカー2枚、魔法1枚、白魔導士1枚ってのはだいぶバランスいいっすね。白とテラの時は地獄でしたからね。要はなんで、ゴルベーザに挑ませようとしますわ。こいつらばっか。ちょっと蹴り行ってみますか。今後も見据えて。蹴り多分即時だったと思うんすけどね。どれくらい？あ、ちょっとダメが入るわ、蹴りは。いや、食らうな。どれくらい？まあ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 。100ぐらいか。物理で言うたら半分ぐらいっすかね。火力の。この半分ぐらいを全体に攻撃する感じかな。回復しまーす。リリアがほんと、HP ない。まあ、ないよりは。ないよりは。HP が低いのかな？カインを育てます。グリーンベレー、火力をね、カインに火力振りますから。ミスリル系も取ってないから、ね、金カツカツですから。うわぁ、こうなるとフレームソードとか無能ですよね。これやばくない？シバ、ルナシバ、ルナシバいかんと。シバでしょ。で、ケアルラ。フレームソードで回復はし、吸収されるわけじゃないんですね。思いっきり炎ですけど。めちゃくちゃシーバーが、これ髪型、ポルナレフですよ。美人になりましたわ。シーバーめっちゃブサイクや。相当美女に変わりましたね。召喚の中で。イフリートとか、そんなに変わってないんですけど、芝は、ちょっと美人になってますわ。フォーカラーとか。今のなかなかブスよ。芝ファンがいたら申し訳ないですけど。あんまかっこよくはないっすよね。召喚獣の中で芝ってちょっと美女ポジションなんですけどね、僕の中では。イフリートとあれ、夫妻なんでしたっけ？なんかそこら辺はよくわからないっす。で、タイタンは全然別？で、ドラゴンはお母さん。でもイフリート、シバ、ラムーはね、やっぱもう、御三家よね。言うたら。めちゃめちゃロータの無駄遣いしてるから。アイズ。アイズって漫画がありましたもんね。どれくらい？どんなんしてくんの？あー、なるほどね。ドラゴンでいいのかな？
確かにね。でも今地球温暖化ですからイフリートに有利ですね。ゴーレムなかなかのブスよ。これもなかなかやっぱかっ、うわめっちゃ入る。なんでそんなヤンの爪入るの。氷の槍か。せっかくさっきドワーフの城で炎の槍買ったばっかなんですけど、さっき炎の槍買ったばっかでもう売らんといかんすわ。クロトカゲとかも炎より氷のが入るのかな。めっちゃ入る。めちゃめちゃ入る。じゃあどっかにアイスブランドもあるんでしょうね。アイスブランドかディオブランドよこれ。石化してるローザちょっと怖えな。ローザ半分石化してるもんこれ。怖いでこんな。めちゃめちゃ弓矢が。もうエンカウント、エンカウントが大変っすわ。基本弱点は吹雪なんでしょ言うたら。シャンシャンです。あんま好きな音じゃないっすけどね。前3人で一体で倒してくれるからだいぶ楽ですけどね。ヤンがダメージでかなりブレるんで、ちょっと微妙ですけどね。ミスリルハンマーか。もう、ハンマーって、誰かそう、カインが装備できたんだっけ？こっちは？うわ！しかも不意打ちか！これきついかも。逃げた方がいいかな。まあ、倒れても、芝入れりゃいいんで、芝で芝くですよ。炎とかはしてこないのか。芝入れて、芝で芝く入れて、まだっすね、さすがにケアルダが。いや、きつ恋敵に守られたよ、俺、もう。立つせないっすよね。ローザー持っていかれーの。ライバルにはかばわれーの。会員の立場がない。男に守られる男なんてダメって言われそう、ローザーに。これはまたっすよね。ちょっとローザのケアルラ使いすぎかな。もうエンカウントこれ。もう、まあ、全体炎みたいなのしてこないから楽ですけどね、気持ち的には。あとこのアイスブランドが強い。氷の槍かめっちゃ強い。チートレベルっすもん。カイン使っちゃった。だいぶ時間かかりますね。フレームタンみたいなやつけ。フレームソードがほんと、あ、危ない。リディアがわたわたしてるのも可愛いな。結局リディアも可愛いですからね。これだけでいいかな。ですよね。あ、また合図か。合図オンミーですね。どうせまたあれですよね。1205。
で、ゴーレム、あれ違った、こいつって強かったんだっけ、キマイラさん。くっ。弱っ。ブレイズ。どれくらい？あ、強い。ちょっと待って、ちょっと。ドラゴン行きますか。おかん呼ばんと、おかん。くぅ。ちょっと待って、ちょっと待って。あぶれ！強えよ。これで、ですよね。アイスブランドですよね。だいぶ楽になるでしょう。こんなところでアイスブランドなんてゲットしたら。もう今後あれクラスの敵が出てくるってことっすかね。まあだいぶ苦労した分、もうあれがないわ。エーテル入れんと。ハイポーション使わない限りもうケアルラの消費が、やばいっすわ。ハイポーションに済ました方がいいのかな。これは猫の爪ね。猫じゃらしですよ。まあ、アイテムがいっぱいか。イランのウールか。まだ、革とかいらんよね。あと、ミスリル。矢とかいるかな。羽。ほんまよ。この間、覚醒が強い思ってたら。もう今は覚醒2回ですか？覚醒2回打てんと、しょうもなとか言われるのかな？いよいよ。ほんとインフレはすごいですね。そういう意味で考えたらほんと、FF に沿ってますよね。なんかこう、ほんとに、フレームソード持った時点でしばらくいけるなぁ思ってたんですけど、もうアイスブランドっすよ。本当に。1ヶ月も付き合えないっすわ。なんかビッチみたいになってますもん。もういい男で来たらすぐ映るみたいな。どんどんいい男出てくんで。キラー棒か。ローズは弓の方がいいのかなぁ。ユミカオルさんの方がいいっすかね。で、戦闘の時だけ帰るか。ちょっとこの相手、これだけ取り行きますか。フェニックスのね。迷路迷路。これ怪しいな。キマイラさん。もう普通に出てくんのね。弱い。キマイラ強いっすわ。リリアナムチもなんとかしたいんですけどね。ド M の男しか喜ばんから。リリアがムチ持ってても。南極の風。ローザのがムチ似合いそうっすけどね。イメージ的には。リリアよりは。いいね。もう、アイスブランド入っとるで、だいぶここら辺は楽でしょう。毒を受けて眠りか。じゃあ混乱つけたいから、妖精の爪の方がいいのか。いいね。あれ？いや、つけたと思ったら。変えましょうか。地獄が悪くて、妖精にしますわ。妖精さんに。で、OK ですね。左から来たから、こっちよね。合ってますよね。何かわからんけど。
はめるとジャンプで終わらせます。出会う場合に終わらせるという。あれがめちゃめちゃ強いやつの時ってあるんですよね、きっと。オッケー。コテージ使わんと、コテージってあったかな？コテージ買わんといかんっすね。コテージが全然ない。